ありがとうございます。宇宙人小林です。今回もやっていきましょう、宇宙人チャレンジ。というわけで今回はちょっと子供たちにも人気あるっていう商品をこちら選んできましたんで、こちらマインクラフトのキーホルダー、うん、なんか今年になって任天堂スイッチでも発売したらしいんで、ちょっとそれにちょっと便乗してやっていきたいと思います。ということで行くぞい。というわけで1回目いきます。せい、どれ狙うかな。あいつ一番多くのやつ、それでもこいつ、こいつ狙うか。手前だし、さあ、どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。うんうんうん、え、ちょっと待って、え、マジで、あ、そんな甘くねえか。なるほどなるほどなるほど、いやいや、頑張れ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 。2回目いきます。ちょっと難しくなったね、ちょっと慣れちゃったからさ。綺麗に掴んでくれたらいいんだけどね、割と掴めそうだよね、こういうのって。おー、奥行っちゃったね、だいぶ。元に戻った。これはこれで OK。 ガンガン行こう。3回目いきます。どう、なんか曲がんねえんだな。4回目いきます。完全にスカは、まあ、奇跡起きてくんねえかな、ここから。いや、いいんじゃない。いや、まあ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 、これでクルミン、クルミン5回目いきます。最後いいな、どうだ。いや、もうちょっと食っていいんか。6回行きます。てかさ、俺さ、マイクラフトってさ、よく知らないんだよね、実は。なんか似てるってことだけど、あんまりよく知らなくて、箱庭ゲームってことだろ。ああいうゲーム何したらいいか分かんないんだよね。お、7回行きます。あー、ちょっと大体に行った方がいいな。5回。どう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 。あ、奥行ったなぁ、奥まで掴んだなぁ。あ、イエス、ノー。あ、マジかぁ、あ、マジかぁ。8回目いきます。いや、もうさっきのさ、忘れてきたからさ、あの夜でいいと思うよ、少年。だから、左に寄りすぎるから、俺、さっきから見たら。そんな気づいたわ。あー、ちょっとあかんかな、お前。いいんじゃない。お、来た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 。あの、あの、入って、もう落ちないで、お願いです。何でもしますから。だけど、だって8回って結構かかっちゃったけど、まあ、最後最後に綺麗に取れたから、あれはあれでよしにしましょう。だけど、まあこれちょっと俺あんま詳しくねえから、まあ、今回は開けねえけど、まあマインクラフト人気あるらしいし、ぜひ気になる人はこれ取って開けてこれつけてあってください。まあ、俺も機会があったらこれやってみっから、うん、その時はまた喋ろう、話しよう、マインクラフトについて。というわけで宇宙人後輩でした。じゃあね。どうもどうも、宇宙人後輩です。毎日寒いけどみんな体調大丈夫で、年末年始には営業時間が変更があるからみんな確認よろしく。年末年始のピークの時間は車の混雑が予想されるし、駐車場も150台くらいしかないから、電車とかの公共交通手段とかを利用してもいいかもね。ではでは、みんな良い年を迎えてくださいってことで、宇宙人後輩でした。じゃあねー。